ムコクロスカプコンでのロック&ロールの原作再現度について、カプコンキャラとナムコキャラが多数出演するお祭り作品ナムコクロスカプコンではロックマンダッシュのキャラが登場するわけだが、遊んでみるとシナリオライターがきちんとダッシュの内容を理解しゲーム内に落とし込んでいることがよくわかる。例えばロールちゃんのセリフの中にダッシュ1のエンディングを思い出させるしみじみとしたセリフがあったり、最強クラスの攻撃手段がクラッシュボムとシャイニングレーザーになっている。この2つは実際原作でも最強クラスの特殊武器なのだ。クラッシュボムはロックがバスターを打って、ロールちゃんがクラッシュボムをぶん投げるというもので、攻撃回数増加が簡単にやりやすく、育てれば非常に凶悪な性能になる。攻略本でもこれを連発することが推奨されているくらいである。シャイニングレーザーは必殺技の扱いではあるが、そのど派手なエフェクトや必殺技にふさわしい攻撃力と出の速さを誇るため、コンボに組み込むことでさらなるダメージ量の増強が見込める。その他各種スキルの名前や性能にも原作由来のものがあったりするため、ダッシュファンならばにやりとできること受け合いである。改めてナムカプの制作スタッフには敬意を払いたいと思う所存である。